はい、ここは愛知県の半田市の亀崎港というところの港ですね。こちらがあのボートの係留場所で、ここからあのヨットの係留場所になっております。で、多分30艇ぐらいがあると思いますけど、まあ、今から20年ぐらい前ですけど、この辺にあの自分がヨットを約10メートルのヨットをあの中古で買って、そこであの金曜日の夜から日曜日の夕方までここにいたわけですけど、まあ、時々どっかへ出て、あの佐久島とかね、それからあの鳥羽というところにあの行って、一泊泊まって帰ってくるっていうようなことをやってましたね。だからこの辺に泊めてたと思います。あの泊める場所はどこか決まっておりまして、まあ、同じようなもんですけど、ちょっと微妙にやっぱりいい場所と悪い場所が あるということですね。まあ、自分としてはだからこのぐらいの感じのヨットに乗ってたということですね。まあ、新艇価格で言いますとアメリカ製で1200万か1500万ぐらいの、ヨット、レース用じゃなくてね、まあ、乗って楽しむというようなあのヨットですね。で、ここにこの空いてるところが一つあるんですけど、これは多分ですね、整備に持ってってると思いますね。で、こういうふうに、まあ、乗らない人はあのマストを倒してあのこういうふうに、まあ、どっかへ整備に行く予定なのかもしれません。まあ、そういうことで、まあ、20年ぐらい前ですから、もう知らない人ばっかになってしまったというようなことですね。で、今日はまあ土曜日ですから、多分整備に持ってってる人が多いと思いますね。あのヨットはね、1年に2回ぐらいあの陸上に上げて、あの船底の、掃除って言いますかね、貝がつくもんですから、その貝を取らなきゃいかんということですね。そういう、まあ、厄介な問題があるということですね。で、今日はですね、この亀崎というところの、この辺、もっと向こうですね、神前神社っていうお寺、あの神社があるんで、そこのお祭りが昨日と今日はありまして、2万人とか3万人とか人がこの辺りいっぱい人が来るというふうに、駐車場もだからこの辺いっぱいになるというふうに思います。このボートの人も魚釣りに今日は皆さん行ってる人が多いと思いますけど、天気もいいしね、風もまあまあ弱いということで、魚釣りに行く人もおるということですね。で、ここがあの亀崎の港で、ちょっと見えませんけど、あの1万トンぐらいの船がここに来ます。結構大きい船が来ます。まあ、今日も船は来てるんですけど、1万トンっていう感じじゃないですね。で、まあ、ここがあの通称ポンツーンっていうんですけど、ここで人が乗ったり降りたりして、それで、ヨットはこちらの決められた位置にあの持ってきて止めるっていうことですね。まあ、そんな感じで20年ぐらい前は金土日はここの辺ブラブラしてたということですね。まあ、そういうことで、久しぶりにここに来ました。前来た時は風が強くてね、動画撮影したんだけど風の音ばっか入って何ともなりませんでしたね。今日はこの コスモスさん あのオーナーかクルーの人が来て整備してますね。どっかへ今日行くかもしれませんね。5時間ぐらい行きますと佐久島っていう島があって、そこでまあ刺身定食でも食べて帰ってくるみたいな、
そういう人が多いですね。はい、今日はあの犬のマリアを散歩させながらあのヨットハーバーに来ました。久しぶりです。ここまで歩いて、20分ぐらいかな、それぐらいですね。まあそういうことで、なかなかヨットというのもいいですよ。いい乗り物です、そう思いますね。で この船で今ちょっと後ろの方にあるのがあのレーダーですね。レーダーをつけてると雨の日とか霧の日でも安心して走れるというようなこともあって、最近つける人がいるんですけど、まあ50万円ぐらいするって言われてるんですけどね。まあそういう金持ちの人がつけるんでしょうけどね。まあそういうことですね。そういう感じで、まあここはあの JR の亀崎っていう駅から歩いて20分ぐらいかかりますかね、ここに。まあ電車で来る人も結構おりますよ。はい、そういうことで、これがあの愛知県半田市の亀崎港の、亀崎ヨットクラブの、あの管理しますヨットハーバーということです。